えー、平和を愛する人への2回目、侵略国家、中国。これはですね、実はあの中国という国は、はっきりと現在は侵略国家なんですよ。ですから、これは日本の国内でですね、中国が侵略国家であると、まあ、いうことをですね、やっぱ合意しといた方がいいんじゃないかと、リベラル派と、まあ、右翼の論客と言われる人たちがですね、えー、よく話し合って、 え、平和を愛するという意味では、中国っていうのは侵略国家に認定できるんだと。そういうふうにして、中国を一応侵略国家っていうふうに認定した方がいいと思うんですね。それはあの、これはかなり難しいのはですね、昔からですね、えっ、ー、と、リベラル派っていうのかな、左翼の方ではですね、中国信奉派っていうのがいるんですよ。それから、まあ昔は共産主義信奉派っていうのがあってですね、で、中国とかまあ共産主義はもうやたらとですね、 もう無,あの無,批無批判に尊敬しちゃうんですね。それの一番典型的なのが、まあ、東西対決の時にですね、日本人の左翼の人、まあ、社会党、あの当時だったら社会党ですね。まあ、今で言えば、えー、隠れ社会党っていうんでしょうかね。それとも共産党の一部の人かもしれませんが、まあ、中国がやることは何でもいいんですよ。何でも正しいんですね。同じことをやっても、 アメリカがやれば、アメリカ帝国主義やった悪さだと。まあ、中国がやれば、それは非常に正しいんだと。まあ、中国は正しい人たちの集まりで、アメリカは悪の集まりだから、つって分類するっていうのが、まあ昔のやり方ですね。それの一番典型的なのが、中国の原発は綺麗な原発だからいいんだと。アメリカの原発はあ、原爆ですね、原爆は汚い原爆だからダメだと。まあこういうですね、 あったんですね核兵器の論争の時に中国の核兵器はきれいだっていうんですよつまりこれは正義を守るための剣だから正しいんだとこう,こういう理屈ですねところがアメリカはもともと悪なんだとだからアメリカの,あの原爆は汚いんだといや原爆は科学的にどっちも同じなんですねあのウランを爆発させますから、まあ、中国共,共産主義で作った原爆が放射性物質は出さないなんてことないんでねこれはインチキなんですけども まあ人間の心として、まあそういうことをまあ言ったわけですね。非常に偉い人も言ったんですよ。まあ言えば偉い東大の教授とか、まあ、ノーベル賞候補者とか、そういうクラスの人たちが真面目な顔をしてですね、中国の原爆は綺麗な原爆だ。アメリカの原爆は汚い原爆だ。だから我々は中国の核兵器は支持するけど、アメリカの核兵器には反対だと。 いやね、東大教授あたりがそんなこと言ってもらうとですね、やっぱり国民は混乱しますよ。やっぱり本当かなと思う人も出てきますからね。で、そういうことで、まあ、中国を侵略国家というに日本の中で固定するのはなかなか困難が予想されるんですが、しかしもう現在歴史的事実がそうですから、やっぱりそこのところはっきり見た方がいいわけですね。えっ、ー、と、第二次世界大戦では日本がですね、 いいか悪いかちょっとここで議論したくないんで、私はいいと思うんだけど、悪いという人もいますから、それはまあ避けといて、えー、第二次世界大戦で日本はとにかく奮闘努力してですね、有、え、色、ー、人種でただ一人イギリスとかフランスとかオランダに勝って、まあその前にドイツにも勝って、まあ第一次世界大戦ですが、えっ、ー、と、日本、世界に平和をもたらしたわけですね、えー。第二次世界大戦の後、アジア、アフリカの人たちはみんな独立して、 えーまあ、今の世界ができたわけです。それができたのが1945年ですよ。まあ、日本が戦争が終わったとともに、まあ、そういう世界に移っていったわけですね。ところがその中で唯一戦後ですねつまり第二次世界大戦のあと侵略に侵略を重ねた国が一個だけあるんですよ世界で。それが中国なんですね。えー、中国は1950年からチベットを占領しこれ武力でですよ。 まあ大量の虐殺をし、新疆ウイグル地区を占領し、ここはトルコ系の海峡ですからね、イスラム教ですから、まあ、相当違う文化を持ってるんですが、これを占領し、それからモンゴルの南、内モンゴルというところなんですが、これを占領し、さらに日本が持っていた満州も占領しました。え満州っていう国はもともと今の中国、シナとは違うんですね。これは私がよく言ってますように、えーうん 満州は違う国ですよっていうことをもう、シナ地方に住んでる人はもう繰り返し言ってるんですね。それが今の万里の頂上です。万里の頂上は北京のから車で、まあ1時間も行かないところにずっとあるんですね。つまり北京が大体中国の北の端なんですよ。ですから、えー、満州っていうのは別の国なんですね。たまたま清の時に満州の人たちが中国を占領してたっていうことで、 中国が満州を占領したつのはないんです、歴史的に。あそこには昔から金とかですね、領とかですね、まあ、そういう国がおったわけです。まあ、いわば遊牧民ですからね、低、えー、地に住んでて農耕している中国の民族なんかとは全然周囲が違う人たちが満州に住んでて。それでその清の時に中国を満州人があ攻めて支配して、 まあその最後ぐらいの時に日本が満州を今度は独立させたと。で,ですから、真の一番最後の皇帝を、まあ、傀儡でしたけど、一応連れてきて満州国のを作ると。だから、シナは一度も、シナというものですね。シナという国は一度も満州を占領したことないんですよ。国にしたことないんですね。逆が一回あったんですけど。だから、現在のチベット、新疆ウイグル、内モンゴル、満州っていうのは、完全に侵略地なんですよ。 ですからやっぱり侵略地を早く返,す返しなさいということは絶えず国際的に中国に言わなきゃいけないですね。まあ、台湾は非常に微妙ですが、まあ中国のもんじゃないでしょうね。それから1900、あれ何年でしたか、57年だったか、えー、っと、ベトナムに侵攻しますね。それからまああの朝,鮮朝鮮半島にも侵攻します。つまり中国、シナ、中国共産党ですね。シナに、正しければシナという地域にいた、 中国共産党は、シナーの統一政府としては、ま理解ができますが、チベット、新疆ウイグル、内モンゴル、満州、台湾、北朝鮮、ベトナムなんていうのはですね、全然中、シナーの中国共産党とは関係ない地域ですよ。ですからそれをずっと戦後、まあ60年、70年にわたって占領状態を続けていると。まあ、現在でもチベットでですね、150人に及ぶ僧侶が、 昇進自殺をしている。原種、原種は国外に追放になってるということですから、これは明らかに占領なんですよね。やっぱりこれをですね、国際世論を動員してですね、やっぱり中国、シナの人にですね、丁寧に、あなた方はね、この世の中よと、せっかく日本が頑張って戦って、それまでイギリスの植民地、4000万人のイギリス人が4億3000万人の首都を植民地にしてた。それを覆して、 世界はみんな民族が独立してるのよと。そこであなたたちだけがチベット人とかウイグル人とかモンゴル人とか満州人。果ては朝鮮人とかベトナム人まで自分の国にしようとしてるけども、それやめた方がいいですよと。それはもう時代錯誤なんだと。まあ日本がかつてやったことに対して、えー、中国共産党が非常に強い反感を持ってるのは、 自分たたちが侵略したいからなんですね中日本が侵略ししたんんじゃないでですすねね論理を逆転してるわけです、ね、日,本日本は侵略しなかったけど、中国が侵略してる、それがバレるといけないので、反日ということで、日本の侵略を、過去の侵略を許すなと言ってるんですけど、これは論理のすり替えてるだけですね。でけど、これは日本人であれば、リベラルな人でも、左翼の人でも、右翼の人でも合意できると思うんですよね。 だってもう地図がそうなんですから、まず教科書から変えなきゃいけませんね。子供たちに教える教科書は、シナのところに中国共産党支配と書いて、それからチベットとかウイグルには、中国占領地チベット、中国占領地ウイグル、中国占領地内モンゴル、モンゴルかな。それから中国占領地満州と、こう書かないといけないと思うんですね。だから、えー、っとまあそういうことから始めて、まずは、 平和を愛するためには他国が占領している状態を認めるとですね、やっぱり平和というのはうまくいかないと思うのでそこのところをですね、もう少しきちっとやったらいいんじゃないかなとまずそう思いますので平和を愛する人たちへの呼びかけの2はですね、中国をまず侵略国家であるという規定をしてですね、それを国際社会に訴えるという必要があろうかと思います正しいんだとこういう理屈ですね。 ところがアメリカはもともと悪なんだと。だからアメリカの原爆は汚いんだと。いや、原爆は科学的にどっちも同じなんですね。あの、ウランを爆発させますから、中国共産主義で作った原爆が放射性物質は出さないなんてことないんでね。これはインチキなんですけども、まあ、人間の心としてまあそういうことをまあ言ったわけですね。非常に偉い人も言ったんですよ。い、ま、わ、あ、ば偉い東大の教授とか、まあ、ノーベル賞候補者とか、 そういうクラスの人たちが真面目な顔をしてですね、中国の原爆は綺麗な原爆だ。アメリカの原爆は汚い原爆だ。だから我々は中国の核兵器は支持するけど、アメリカの核兵器には反対だと。いやね、東大教授あたりがそんなこと言ってもらうとですね、やっぱり国民は混乱しますよ。やっぱ本当かなと思う人も出てきますからね。 でそういうことで、まあ、中国を侵略国家というに日本の中で固定するのはなかなか困難が予想されるんですが、しかしもう現在、歴史的事実がそうですから、やっぱりそこのところはっきり見た方がいいわけですね。えー、と第二次世界大戦では日本がですね、いいか悪いかちょっとここで議論したくないんで、私はいいと思うんだけど、悪いという人もいますから、それはまあ避けといて、えー、第二次世界大戦で日本はとにかく奮闘努力してですね、 有色、えー、人種でただ一人イギリスとかフランスとかオランダに勝って、まあその前にドイツにも勝って、まあ第一次世界大戦ですが、えっ、ー、と、日本、世界に平和をもたらしたわけですね。えー、第二次世界大戦の後、アジア、アフリカの人たちはみんな独立して、えー、まあ今の世界ができたわけです。それができたのが1945年ですよ。まあ日本が、戦争が終わったとともに、まあそういう世界に移っていったわけですね。ところが、 その中で唯一戦後ですね。つまり第二次世界大戦の後、侵略に侵略を重ねた国が一個だけあるんですよ、世界で。それが中国なんですね。中国は1950年からチベットを占領し、これ武力でですよ。まあ、大量の虐殺をし、新疆ウイグル地区を占領し、ここはトルコ系の海峡ですからね、イスラム教ですから、相当違う文化を持ってるんですが、これを占領し、 それから、モンゴルの南、内モンゴルというところなんですが、これを占領し、さらに、日本が持っていた満州も占領しました。え、満州っていう国はもともと今の中国、シナとは違うんですね。これは私がよく言ってますように、えー、うん、満州は違う国ですよっていうことをもう、シナ地方に住んでる人はもう繰り返し言ってるんですね。それが今の万里の長城です。万里の長城は北京の から車で、まあ、1時間も行かないところにずっとあるんですね。つまり、北京が大体中国にずっとあるんですね。つまり、北京が大体中国の北の端なんですよ。ですから、えー、満州っていうのは別の国なんですね。たまたま、清の時に満州の人たちが中国を占領してたっていうことで、中国が満州を占領したっていうのはないんです、歴史的に。あそこには昔から金とかですね、陵とかですね、 まあいわば遊牧民ですからね低、えー、地に住んでて農耕している中国の民族なんかとは全然周囲が違う人たちが満州に住んでてそれでその清の時に中国を満州人があ攻めて支配して、まあ、その最後ぐらいの時に日本が満州を今度は独立させたと。 で、ですから、真の一番最後の皇帝を、まあ、でしたけど、一応連れてきて、満州国とのを作ると。だから、シナは一度も、シナというものですね。シナという国は一度も満州を占領したことないんですよ。国にしたことないんですね。逆が一回あったんですけど。だから、現在のチベット、新疆ウイグル、内モンゴル、満州っていうのは、完全に侵略地なんですよ。ですから、やっぱり侵略地を早く返す、返しなさいっていうことは、 絶えず国際的に中国に言わなきゃいけないですね。まあ台湾は非常に微妙ですが、まあ中国のもんじゃないでしょうね。それから、え、1 9あれ何年でしたか、57年だったか、えー、っと、ベトナムに侵攻しますね。それから、まあ、あの、朝鮮、朝鮮半島にも侵攻します。つまり、中国、シナ、中国共産党ですね。シナに、正しければシナという地域にいた中国共産党は、 シナの統一政府としては、まあ、理解ができますが、チベット、新疆ウイグル、内モンゴル、満州、台湾、北朝鮮、ベトナムなんていうのはですね、全然中、シナの中国共産党とは関係ない地域ですよ。ですからそれをずっと戦後、まあ、60年、70年にわたって占領状態を続けていると。まあ、現在でもチベットでですね、150人に及ぶ僧侶が昇進自殺をしている。 原種,原種は国外に追放になっているということですから、これは明らかに占領なんですよね。やっぱりこれをですね、国際世論を動員してですね、やっぱり中国、シナの人にですね、丁寧に、あなた方はね、この世の中よと、せっかく日本が頑張って戦って、それまでイギリスの植民地、4000万人のイギリス人が4億3000万人の首都を植民地にしてた。それを覆して、 世界はみんな民族が独立してるのよと。そこであなたたちだけがチベット人とかウイグル人とかモンゴル人とか満州人。果ては朝鮮人とかベトナム人まで自分の国にしようとしてるけども、それやめた方がいいですよ。だしたわけですね。第二次世界大戦の後、アジア、アフリカの人たちはみんな独立して、えー、まあ今の世界ができたわけです。それができたのが1945年ですよ。 まあ日本が戦争が終わったとともに、まあ、そういう世界に移っていったわけですね。ところが、その中で唯一戦後ですね、つまり第二次世界大戦の後、侵略に侵略を重ねた国が一個だけあるんですよ、世界で。それが中国なんですね。えー、中国は1950年からチベットを占領し、これ武力でですよ、まあ、大量の虐殺をし、 新疆ウイグル地区を占領し、ここはトルコ系の海峡ですからね、イスラム教ですから、相当違う文化を持ってるんですが、これを占領し、それからモンゴルの南、内モンゴルというところなんですが、これを占領し、さらに日本が持っていた満州も占領しました。え満州っていう国はもともと今の中国、シナとは違うんですね。これは私がよく言ってますように、えー、うん 満州は違う国ですよっていうことをもう、シナ地方に住んでる人はもう繰り返し言ってるんですね。それが今の万里の頂上です。万里の頂上は北京のから車で、まあ1時間も行かないところにずっとあるんですね。つまり北京が大体中国の北の端なんですよ。ですから、えー、満州っていうのは別の国なんですね。たまたま清の時に満州の人たちが中国を占領してたっていうことで、 中国が満州を占領したつのはないんです、歴史的に。あそこには昔から金とかですね、領とかですね、まあ、そういう国がおったわけです。まあ、いわば遊牧民ですからね、低、えー、地に住んでて農耕している中国の民族なんかとは全然周囲が違う人たちが満州に住んでて。それでその清の時に中国を満州人が攻めて支配して、 ま、その最後ぐらいの時に日本が満州を今度は独立させたと。で、ですから、真の一番最後の皇帝を、ま、傀儡でしたけど、一応連れてきて満州国のを作ると。だから、シナは一度も、シナというものですね。シナという国は一度も満州を占領したことないんですよ。国にしたことないんですね。逆が一回あったんですけど。だから、現在のチベット、新疆ウイグル、内モンゴル、満州っていうのは、完全に侵略地なんですよ。 ですからやっぱり侵略地を早く返す、返しなさいということは、絶えず国際的に中国に言わなきゃいけないですね。まあ、台湾は非常に微妙ですが、まあ中国のもんじゃないでしょうね。それから、え、1 9あれ、何年でしたか、57年だったか、えー、っと、ベトナムに侵攻しますね。それから、まあ,あの朝鮮、朝鮮半島にも侵攻します。つまり、中国、しな、中国、